が続くセントラルサービス。はい、ということで、セントラルサービス派遣社員さんにお話を伺ってみようという企画でございます。ということでお越しいただきました。じゃあ自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、伊藤達彦です。45歳セントラル歴は約5年ぐらいです。おお、はい、どうなんですか。それは結構長い方になるんですか。そうですね。じゃあまあセントラルと仲良くできてる人代表で来ていただいてるわけですね。はい、じゃあちょっとセントラルのいいところをいっぱい語っていただきたいと思いますね。伊藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。苦笑いしちゃって大丈夫ですか。現在のお仕事内容みたいなところを伺いたいんですけど、今は建材の、はい、あのコンクリの建材を、はい、うん、塗装してる会社ですね。はい、はい、結構難しい作業されてるんですか。いや、あのまあ塗料の種類とか、はい、結構難しいですけど、はい、僕今やってるあの作業内容はただ材料乗っける作業なんで、はい、ただ材料乗っけるだけ、はい、そんなことないでしょ。さっきすごい重たいものをどうこうって言ってたじゃないですか。材料自体が重たいんです、はい、長くて一つ大体20から40ぐらい、あ、まあ材料にもよるんですけど。結構ですねそれはね、はい、じゃあまあ力仕事は力仕事ってことですね。こう選んで自分でご自身でチョイスされたっていう感じなんですか。そうですね、はい、はい、じゃああの仕事をする上で心がけてることみたいなのをちょっと伺いたいなと思うんですけど、まあできるだけあの不良をあの出さないように、はい、あのちゃんとあの流して、はい、あのするっていうことですか、はい、集中して怪我をしないように、はい、ご自身に合ってる仕事だなみたいなのはあるんですか。やっぱりまあ黙々と仕事はできるんで、はい、その件に関しては、うん、まあ合ってるかなと。なるほど、なんか集中力めちゃくちゃありそうですもんね。まあ集中だけが取り、はい、集中だけが取り、それ一番いいことじゃないですか。その適性みたいなのは誰が見てくるんですか。ご自身で。いや、あの今の担当者がちょっと、はい、あの結構長いんで、はい、まあ担当者が決めてもらって、その担当の方がじゃあ伊藤さんの特性っていうのを掴んだ上で伊藤さんこれがいいんじゃないかみたいなのがあると、ね、はい、そうですね。やりがいみたいなところはいかがですか。やりがい、まあないということで。そうですね。いや、まあ、ないことはないでしょ。やりがい、はい、仕事終わった後のビールがうまいとか、まあ、はい、そんな感じですね、はいはい、じゃあまあお酒は飲まれるんですね。結構飲むと止まんない。はい、あ、本当ですか。はい、シュランタイプですか。大丈夫ですか。いや、暴れることはないんですけど、はい、あの最高、まあ、昼から飲んで、はい、次の日の朝方まで飲んだ記憶はある。たまにいますねそういう人。すごいですね。まあけどそれぐらいお酒が好きだと、はい、ね、やっぱ仕事にも精がつきますね、はい、それはね。まあ派遣社員さんの場合は、はい、あのそこの工場の社員さんと違って、はい、あの責任をあんま持たなくていい、はい、お、なるほど、はい、まあ、あの不良が出ましたと、はい、あの普通の工場の社員さんだったら、はい、いろいろガミガミ言われるんですけど、一応の派遣社員さんは、はい、あの工場の人から不良が出してもすごい言われないんで、はい、最大限気をつけるのは気をつけるけれども、はい、実際どうしても出ちゃった時に、はい、あの言われる言われないのところ で、 そうです。じゃあ言われてる社員さんを見ながら大変だなっていう、ね、そうです、はい、いいか悪いかで聞けど言うとそれは個人の働き方だから。まあそうです、ね、そうですよね、はい、なんか今苦々しい顔でみんな見てますけど俺は全然ありだと思いますけどね。 そうかそうか、確かにそれは一つ魅力のエピソードですね、はい、人間関係とかどうですか。人間関係は今の工場は結構いろいろよくしてもらって、はいはい、普通の社員さんだと要はもう逃げられないわけじゃないですか、はい、けど派遣社員という意味で言うと、はい、また別のところを紹介してもらえば、はい、そのね、嫌な人がいたら わざわざその人とどう向き合うかとか考えなくても、はい、別の選択肢すぐですね、はい、見つけられるから、まあ、けど今のところその心配はないということで、まあ、はい、はい、今のところはじゃあ、この派遣社員っていうこの業務、働き方の魅力みたいなところはいかがですか。嫌な時にすぐ辞めて、はい、まあ、また他のところを紹介してもらえるっていうのは、はい、普通の社員さんよりは魅力ですね、はい、なるほどね、はい、あとお金がやっぱすぐ入るっていう感じの、はい、
まあ、僕前会社員で働いてた時に月にもらっ、はいはい、月丸々その、まあ、20日だった20日にもらって、はい、まあひどい時には21日に給料全部パチンコで吸っちゃった、はい、ひどいな、なるほど、あったんですよ。あ、まとめてもらう方のデメリットですね、それはね。そうですね。で、まあ、その次の日からどうしようっていうのが結構あったんで、はいはい、で今まあまあ、週1とか、ね、はい、2週間に1回とかもらって、はい、そうするとやっぱその次の給料までどうやって生活しようとか考えながらできるようになったんで、はい、まあつどつどお金がもらえるって、こんだけ働いてこのお金かっていうお金の重みみたいな感じやすいのかなって思ったりはしたんですけど、重みはやっぱ感じますよね、はい、なるほどね、はい、じゃあこんだけ汗流して今日はこの金額だみたいなのが一回一回感じれるから、はいはい、昔よりはじゃあそれこそお金の使い方堅実に、そうですよね、はい、少し考えながら、じゃあ1円パチンコということでよろしいですか。そうですね、はい、1円、はい、4円の方は絶対手出さない。たまにしとるな、たまにギャンブルしとるな、やっぱり、いきますね。なるほどね、まあ、その辺は趣味っていうことでね、はい、ほどほどにしていただいて、はい、ありがとうございます。じゃあそういう意味で、同じ働き方、そういったところをちょっと考えてる方に、まあ、アドバイスだったらメッセージできるところがあれば。メッセージ、はい、まあ発見はやっぱ人の、まあ人付き合いは社員さんだけなんで、はい、会社員のその相手先の、はい、まあ対応してくれる人との、はい、接点だけなので、はい、あんま、あの、なんていうかな、人との、はい、あの接点があんまないんで、おー、なるほど。その分に関してはやっぱ社員さんよりは派遣の方がお得ですよね。逆にじゃあ社員さんめちゃめちゃ大事っすね。社員さんはすごい大事です、ね、これめちゃくちゃ言いづらいっすけど、セントラの社員は大丈夫ですか。大丈夫ですか、はい、相性よく、はい、なんか即答が即答すぎて逆に怪しかったそんなことないですよ、はいはい、うまくやれてるってことですね、はい、なるほど。いいなが続くセントラル。